はい、追い切りチェックです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宝塚記念、監督3頭しかいないので、はい、全部千葉くんが、解説してくれると思います。本当ですか？はい。いいですか？まあ、一応今回のメンバーの中で言ったら、まあ、昨年の覇者、サトノクラウンが、はい、注目なところだと思うんですけども、まあ、ウッドチップコースで、まあ、ボハロンが67秒7でラスト12秒6と、まあ、3頭合わせだったんですけども、まあ、本当先週に続き、まあ、3頭合わせの真ん中から、まあ、負荷をしっかりかけられて、まあ、前回に比べて、まあまあ、先週に関しては正直時計が、まあ、あの前に引っ張った馬がちょっと早めにかかっちゃっていった分、まあ、時計は速くなって、でちょっと手応え的にも最後合わせにいって、なんか微妙にもう見劣る感があったんですけど、今日に関しては正直、まあ、時計は先週に比べて遅いにしてもしっかり動きに関してはすがるくて反応も良かったなっていう風な印象を受けましたけど、はい、柴さんいかがでした？いや、良かったです。はい、次いや本当に、3頭合わせでね、結構、時計以上にこう負荷がかかってる内容だったとは思ったんで、良かったですかね。まあ、実際なんか陣営の言葉からしてもなんか重めだったっていうところからしっかり了解してきてるなっていうのは言葉からしても感じられましたしね、まあ、そのあたりはしっかり体制を整えてきたなっていうところですね、はい、まあただね、堀調教師は、まあ、昨年よりは1枚落ちると、うんうんうん、まあ天皇賞秋ぐらいにはあるけど、昨年よりはちょっと落ちるかなという感じらしいので、まあメンバーが違うので、うんうん、まあその状態でどこまでやれるのか、うん、昨年と比べて今年のメンバーが強いかというとそうでもないのかなっていう感じもするので、まあそれでも全然通用する可能性はあると思います、うん、はい、あとはまあ精神面自体、そうね、この馬の場合はちょっとね、テンションとかそういうメンタルの部分が重要になってくるんで、うん、予想して落ち着いて走れるかっていうところでしょう、はい、で、まあ、2投目上げるなら、まあ、正直動きだけだったら3投の中ではゼビントが僕は一番よく見えました、うん、はい、まあ、4ハロンからなんですけど、まあ、53秒7のラスト12秒2と、まあ、この馬も3頭合わせで、まあ、最後方からまあ3、4橋ずつ追走しながら、まあ、で最後側線で内に入れて、でそこから追われてからの反応が鋭くて、うん、そこから一気にもう1馬身先着って人気抜け出してきたなと思って、はい、まあ、実際ラスト12秒2とすごく伸びましたし、なんか1周前もこれは単走だったんですけど、まあ、ロコハロンから長めやってこのまま単走で伸び伸び走ってるなっていい動きだと思いつつ、まあ、今週もしっかりよく見えてきたので、まあ骨折明けの3戦目になりますけども、うん、まあ、ここに来て、まあ、ここ2戦結果残せてないですけど、正直一気になんか上向いてきた感はあるので、うん、まあ、この辺り力を出し切ればちょっと楽しみな馬にもなりそうな気はします、はい、まあ、あとアルバート、まあ、この2頭に比べると、まあ、ちょっと、まあ、物足りないってことじゃないんですけど、うん、実際動きは動いてますし、まあ、6ハロン、あ、5ハロン68秒1でラスト12秒5とこの馬も合わせるまで編入しっかりしましたし、うん、この馬も1周前に比べて動きよく見えましたから、まあ、この馬自身としては仕上がり的にはいいかなというところです、うん、はい、その通りです。はい、はい、まあ、あとはまあそうですね、男性馬とかもまあ他いますから、はい、そのあたりは予想に組み立てていきたいところですね。はい、はい、はい、そうです。